ミティラーガ、またはマドゥバニガとは、ビハール州ミティラー、マドゥバニー県とネパールのジャナクプル地方に伝わるインド画の一様式のこと。伝統的なミティラーガ・ミティラーガの起源は古代にまで遡る。伝説によるとこの画風は、ラーマーヤナの時代に、娘シーターがラーマと結婚する際、父親のジャナカオーガが形に書かせたのが始まりだと、されている。ミティラーガは、 伝統的に現在のマドゥバニ近辺の村の女性たちによって描かれていた。伝統的には漆喰を塗ったばかりの小屋の泥壁の上に描かれていたが、1967年にビハール州を襲った干ばつの救済事業として、時の首相インディラガンディがミティラーガを紙に描いて売ることを奨励した。以来、ミティラーガは布や手すき紙、カンバスに描かれ、 アート作品として商品化されている。ミティラーガが限られた狭い地域で、その技術を何世紀にもわたって受け継いでいった頃には、内容もスタイルもずっと同じままだった。二次元的画像を使い、色は植物から作った顔料が主で、他にオードとススがそれぞれ赤葛色と黒に使われた。ミティラーガは主に自然やヒンドゥー教のモチーフを描く。テーマは、一般的に、 クリシュナ、ラーマ、シバ、ドゥルガー、ラクシュミー、サラスバティといったヒンドゥー教の神々及び神のような人を中心に展開された。自然のオブジェでは太陽や月、それに聖なる植物、トラシーが王宮や結婚式のような上流社会の祭事と一緒に広く描かれた。通常、隙間は花や動物、鳥、幾何学的な図形で満たし、 空白は作らなかった。コーエヴァーガーの壁に描かれたオブジェは性的な快楽と出産のシンボルであった。伝統的にその技術はミティラー地方の家々で主に女性によって世代から世代に受け継がれた。普通は祭りや宗教的行事、誕生、性紐式、結婚といった人生の節目にミティラーガは描かれた。1930年代に ミティラー画に感銘を受けたイギリスの行政官によってヨーロッパに知られるようになりピカソにも影響を与えた。新潟県十日町市にミティラー画を収集展示しているミティラー美術館がある。ありがとうございます。